ております。これはいろんな大きなお祭りに自分たちだけでは例えば40人からじゃないとエントリーがいいとか、これだけじゃ流しがちょっとみんなスタッフやったりしながら出てってやってなかなかできないっていう人たちチームのためにそういう大きな団体を作って雑賀祭行ったり原宿のスーパーよそこ行ったりいろんなところを体験しに行っております。それで勉強して自分のチームに持って帰ってまた自分たちの肥やしにしていこうというチームになっております。これから踊るがむしゃら日本という曲はその2番目に作られた曲、5周年を迎えたんで、それでまた新しくやろうじゃないかということでがむしゃらさんからがむしゃら日本という曲を書かせまして踊らせていただくことになりました。それは今日は最後に踊らせていただきたいと思います。被災に遭った方々、それからオリンピックもそうです。たくさんの日本で頑張っている方にエールを込めて応援の込めて踊らせていただきます。それでは参りましょう。市川ラグビー連友情合わせてまいります。